川島忠之助1938年7月14日は明治時代から昭和初期に活躍した翻訳家、銀行家である。日本で初めてフランス文学を原点から翻訳した人物である。1853年5月3日、江戸本所外周町のご両所の手代、川島奥六地、治むの場所として生まれる。父の不妊に伴い、6歳の頃に、 日田鉱山に移り住むが、1863年に、父が病没した上に、明治維新が起こり、不知を失う。1868年末、横須賀製鉄所に製図工を見習い行として就職して、フランス語を治めるが、1870年に退職して、横浜に出る。その後、横浜のフランス人司会 B. アレクサンドルの家に、住み込んで働きながら、普通は辞書、 仏語名誉によってフランス語の勉強に励む。その後、再び、横須賀製鉄所に入所し、フランス語、造船学、機械学を学ぶ。1873年2月内し3月、富岡製市場に通訳の任務を帯びて赴任するが、その具体的な活躍は不明であり、同年秋の初めに退職している。1874年、小野組のフランス進出計画に誘わるが、 小野組破綻の煽りを受けて、都府津計画は立ち消えとなり、横浜の乱八番館の番頭となる。この間、渋沢栄一、渋沢紀作、小高淳中、古川一兵衛、原善三郎、堀越角次郎などの在界の大建物と面識を持つ。1876年から1877年にかけて欧米渡航を経験、その道すがら、 80日間世界一周の法約を思い立ち、それを実現させた。1882年に、ポール・ベルニエの虚無等退治期間を交換する一方で、二代目、堀越角次郎などの水盤を受けて、横浜賞金銀行理ン出張所に赴任、不妊、1895年までの14年間、在屈生活を送る。フランスから帰国した後、 1912年まで、横浜賞金銀行の常務取締役兼、東京支店の支配人として、順調な銀行員生活を送る。1938年7月14日、自宅で没死した。去年86歳。改名は忍術因伝徳誉ま吉文忠広子寺。青山墓地に葬られた。ありがとうございます。